おはようございます。4月1日第587回保護の川屋根割ラジオになります。今日はね、ベトナム南市川ですねこいつも長いな。メスをね、昔すごい綺麗なのを飼ってたんですけど本当に放射模様が入る感じで、今このちょっとね黒い線が入ってると思うんですけど、これがねもっと顕著に出てるタイプで、頭の模様もねこれちょっとあるんですけど、もっとすごい虎みたいな模様が入ってるね、すごいメスを飼っていたんですよね。でその時に頭のスポットがね入ってるオスが欲しいということでね、お願いしてオスを出してもらってっていう感じだったんですけど、ただこのオスめちゃくちゃ強くてね、やっぱりメスがボコボコにされちゃうんですよね。でその中でやっぱりちょっとやられてしまって、綺麗なメスはねぶっ殺されてしまったというのが一番あれなんですけど、でそれぐらいやっぱ南石のねしっかりしたオスっていうのは、強いのでね、本当後輩気をつけないといけないんですけど、よくねメスがもう本当ボロボロになっているのを見て、またやってんなと思うんですけど、でどうしてもそのオスが強すぎるからね、メスをたくさん入れとかないと一気のメスに集中してしまってね、そのメスが殺されてしまうということはよくあるということでね、うちもその大事にしていたね綺麗なメスをね、やられてしまって、今頭に模様がないメスが残ってるんでね、そいつがっていうふうには思ってるんですけど、なんか最近卵をあんま産まなくてね、確実にメスはね一匹もう集中してやられてるのがいるんですけど、うまくねいってない感じなんですけどね、すごい迫力がある個体で、最初僕飼ってねよくブログとかでも載せてたんですけど、いやアンナンのハイブリッドだとかってよく言ってたんですけど、アンナンねこんな顔にならないんですよね、ハイブリッドで。だからとりあえずなんかその人のカメをハイブリッド扱いしたい人っていうのはね一定数存在するみたいなんでそういうのはね良くないよねって話ですよね。でだからベトナム南市って呼ばれてるんですけど、このタイプね中国の方のインスタグラムとかを見るとなんかアンナの足にね勝手になってるようなところもあったりするんでね、ちゃんと研究がまだされてないという面もあるんで、それがどっかのタイミングでね、もしかしたらその南シガメじゃなくてね、違う種類になって別種だったり、アンナの本当足になるのかもしれないし、わからないんですけど、そういうことが起こる可能性があるのかなと思ってます。とりあえず僕はまだ南シガメというふうな認識でね、飼育しています。顔つきもね、確かに全然違いますしね。で、アンナとも全く違いますね。で、これもかっこよくてね、すごいね模様も綺麗なんですよね、とてもいいカメだと僕は思っているんですが、あまり人気が出ない、種類であります。多分こういう感じでね、南シガメもね北から南までずっとねいると思うんで、いろんな種類がねいると思うんですよね。狭い、ね、日本の国内だけでもやっぱりその石亀が、ね、タイプ別になるって話をなんかで、ね、読んだんですけど、僕は詳しく研究をしてないんであれなんですけど、なんか西日本というか、どこだっけな、関西より西だったかなと東側でタイプが違うっていうような話をね、何かで読んだ記憶があるんですけど、そういうようなね感じで同じ種類でもね住んでる地域によってやっぱりちょっと違ってくるってことはあると思うので、それが大陸になるとね、大陸はかなり広いのでね、いろいろなタイプが出てくるのかなと思ったりしています。昔はこんなに手も、ね、太くなかったんですけど、やっぱり成長とともにどんどん、いかつい感じになってきて、うちに来て多分8年以上はいると思うんですよね。おそらくメスが来たのが10年前ぐらいで、その1年後ぐらいにオスを買った気がするんで、もうすぐ10年ぐらいいると思うんですけど、元気で、ほんとね、水替えした後とかしょっちゅうね、メスに乗っかって、メスが本当になんか血だらけになったりするんでね、たまに離したりするんですけどね、ただ、繁殖してほしいんでね、ちょっと一緒にする時間を多めにしているっていうのはあります。で、他に、ちょっと南石亀ね、何匹か一緒に入れちゃってるんですけど、そっちにはほぼほぼ乗らないので、やっぱり同種に向かっていくっていうのがね、間違いなく起こりやすいんだなっていうふうに思います。他のところに行くっていうのはあんましないっていうのがね、なんかこの、特にこいつに関しては、一緒に入れている亀に、なんていうの、他の、別のタイプのベトナムって言われてるやつも一匹入れてるんですけど、
そいつにも全く行かないですし、あとこいつのところにあの白い南石も入ってるんですけど、そいつにも行かないですし、ベトナムのねメスにしか行かないんですよね。だからそう考えるとなかなか交雑っていうのはねそう簡単に起こり得ないのか、それかまあ性欲が強すぎるね、まあ、人間でもすごい性欲が強い人がいるように、カメでも本当に性欲が強いカメねみたいなやつがいないとそういうことが起こらないのかもしれないです。まあなんとも言えないですけどね、なんでまあうちに長くいてあんまりじっくり見ることがたまにしかないんでね、たまに見るとはやっぱりかっこいいカメだなと思います。まああの、ね、いろんなカメが世の中にいますけど、アジアのカメっていうのはなんかね、特にアジアのその東寄りのねカメっていうのが僕は好きで、だから萌木もそうだし、まあ平瀬も分布域広いですけど、まあ東にもねかなりいますしね、まあ南石好きだしね、四大ねあのなんだハコガメ、セマル、アウロ、センシ、マッコード、ね、この辺はすごいかっこいいし、まあ、ユンナンなんかはねすごいあれですけど、まあ、ただそのね、種としてね、いろいろ出てきて、まあ、セラータだったりイバーソンだったりそうなんですけど、まあ交雑だよねっていうのが後々分かってっていうのはあったと思うんですけど、まあ、今後もそういうのでね、研究が進んでいくとまたちょっと違ったことが起こるのかもしれないですし、もう何が起こるかちょっと僕もわからないんですけどね。かと思えばね、新しい亜種が増えてみたりするっていう、だ研究が進めばね、また違った結果が現れるかもしれないですしね。まあ、今はね、DNA をしっかり検査してそういうことでね、分けることもできるみたいなんで、まあ、僕はその辺がどうやってなってるのか詳しくわからないんでね、本当に詳しく知りたかったら、ね、ちゃんと詳しい人に聞いていただくと分かりやすいと思うんですけど、ただあの DNA の、そのミトコンドリア DNA でね、違うってなっても見た目がそんなに変わらなかったりする場合もあれば、見た目はすごい変わるのに差がないっていうのがあったりするんでね、正直そこだけで見てしまっていいのかねっていうような話をする人もいたりするんですけど、まあそれは研究者というわけじゃないんでね、なかなか難しい話だなと思いながら、まあ、亀のね、種が変わっていくのをね、見ているような感じです。まあ一番はね、自分が飼っていて自分が好きな亀を大事にすることができればいいんで、まあ昨日も言った通り人にとやかく言われるような話ではなくてね、まあ自分がそう思って自分がそう考えながらね飼育していくのであればそれはそれでいいんじゃないかなと、まああくまで趣味なんでね、研究するっていうんだったら大事だと思うんですけどね、僕は研究者ではないのでね、一愛好家として、亀の愛好家としてね、亀が好きで亀を飼育している、でたまたまそこに僕がメーカーにいたからね、その亀の餌を作ってみたりしてみたっていうようなレベルの話なんですけどね、まあ亀の餌に関しては研究する必要性はあると思いますけど、まあ、僕は亀を研究するというのはね、まあ、楽しみながら飼育するというのが、一番ベストだと思っています。まあそんな感じでね、長く飼っているとこうやってねしっかりと成長してね素晴らしい姿を見せてくれるカメね、皆さんもぜひ、大事にして面白いカメを探してね飼育してみたらいかがでしょうか。ということでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。